ーディネーターを務めていただくのは、社団法人フードアナリスト協会ビーガンフードアナリスト岩田恵美香様。ゲストスピーカーとして衆議院議員ベジタリアンビーガン関連制度推進のための議員連盟事務局長松原仁様、国土交通省観光庁参事官片山俊博様、ビューティーフード協会代表理事、日本ビーガン協会代表理事室谷真由美様、以上の皆様にご登壇いただきます。ここからの進行は岩田様にお願いいたします。岩田様、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、本日はこちらのメインイベントのトークセッション、新たなベジビーガン対応に向けた取り組みにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日コーディネーターを務めさせていただきますフードアナリストの岩田恵美香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では早速始めてまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。2020年オリンピック・パラリンピックを本当に今も間近に控えて、さまざまなライフスタイルや宗教、文化が注目されております。そういった食の多様性への取り組みが迫られる中、今注目を集めているのが動物性食材を一切使わないビーガンです。スライドをお願いいたします。出ますでしょうか。はい、ありがとうございます。では本日お話をお伺いいたします。私の手前からですね、衆議院議員でベジタリアン・ビーガン関連制度推進のための議員連盟事務局長を務めていらっしゃいます松原仁様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。拍手をお願いいたします。次に国土交通省観光庁参事官外国受け入れ担当の片山俊博様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして日本ビーガン協会代表理事の室谷真由美様でございます。よろしくお願いいたします。では次のスライドをお願いいたします。ちょっと今出てこないみたいですけれども、先ほどのそちらですね、先ほどのトークセッションを見ていただいた方はもうちょっと2回目になってしまう、重複してしまうんですけれども、今ですね、ビーガンという食事はとても世界的に注目されておりまして、さまざまな国際会議や、アカデミー賞やゴールデングローブ賞などの授賞式でも取り入れられておりまして、アカデミー賞に関しましては昼食会はビーガンが 100%、 ディナーは 70% がビーガンというすごい高い確率で取り入れられております。あとはニューヨークや、フランスでは公立学校で給食でビーガンの料理が入っておりまして、こちらはどうしてかと言いますと、やはり地球の環境に対してみんなでアクションを起こしていこうという、そういう動きがあってのことだと思います。また日本ではオリンピックがもう本当に間近に迫っておりまして、そういった面からも注目されております。ではその中で皆様がベジ理念として取り組みをされていらっしゃるわけですけれども、まず事務局長を務めていらっしゃいます松原先生、よろしくお願いいたします。はい、ベジ議連の先生からはベジ議連立ち上げの背景や経緯、そしてその意義についてお伺いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、略称でビーガンベジ議連の事務局長をいたしております松原仁であります。そもそも今お話がありましたが、実はおととし、先ほどとしになりますがね、ある人から言われてですね、ビートルズの、メンバーであったポール・マッカートニーがミートフリーマンデーというですね、運動をやってると、月曜日は肉を食べない、ビーガン・ベジタリアンの運動ですね、これを始めたと。
で、まあ、週に月曜日だけでいいんだったらできるかなと思う人もいるだろうということがあったんだと思うんです。で頼まれて、で国の方はですね、内閣府のこの食堂はビーガン料理出してるんですが、東京都庁でビーガン料理出さないかって話がありました。で私はあの小池百合子東京都知事もよく知ってるもんですから、知事にお話をしました。会った時にですね、2人でこうやってそしたら、いや松原さんやってみるわよって話になって、まあ、知事がもうその時7月からビーガン料理をやるという話になって、まあ、東京都庁で月曜日だけビーガン料理を都庁食堂、都の職員の食堂で出すというね、そのことがきっかけですね。で、まあ、結果としてはそのことがポール・マカートニーの方に伝わって、その年の11月、おととしの11月にポールが日本で講演をするときに、私と小池さんが講演ただというかこのご招待されて、で講演に行く前にですね、その20分ぐらいの時間でお会いをして、このビーガンベジ、まあ、MFM の運動ですね、ミートフリーマンデーの運動についてお話をしたというのが、まあ、そもそものきっかけで、それから1年ぐらい経ってこれやっぱりやるべきだということで、国会で、まあ、超党派で、まあ、与党は自民党の人もいれ、公明党の人もいれ、立憲民主党の人もいれ、公明民主党の人もいれ、私は無所属ですが、そういった国会の中でビーガン・ベジタリアンの制度を作っていこうという議員連盟を作りました。極めて重要で、特に我々が国家的なプロジェクトとして東京オリンピックがやってくるときに、まあ、本当のおもてなしの精神がビーガン・ベジをきちっとやらないと、来た人がどこ行って自分が食べれる食事が取れるだろうかわからない、こういう話になっていくんで、私はその意味では遅まきながらでありますが、今2月の今日19日、まあ、オリンピックは間近ですが、隣にいるですね、観光庁の幹部の方とも一緒になって、そういったものに対応できる国家的な仕組みを早く作らなければいけない、政治家の思いでそれは実現に向かって頑張っていると、こういう経緯であります。素晴らしいですね。ありがとうございます。でもあの超党派で自民党が立ち上げられたということで、すごい大きくメディアでもご覧になった方はやっぱりいらっしゃるかと思うんですけれども、すごい話題になりましたね。これからですね、ですからこれから、まあ、観光庁、それから我々の認識としては消費者庁、農林水産省、ただ私はやっぱり官邸がある程度温度を取るべきだっていうんで、今度官邸の関係者にも話をしようと思ってます。あとは地方自治体、東京都ですね、東京都も産業経済局の山本さんとか、そういった人と何回も逐次こういった研究がやってきておりますが、やっぱり行政は最先端である、民間はですね、まあ、こうやって今日パネルディスカッションに参加している室谷さんも含めて、大変に皆さん善意というか全力でやってるし、時代のそれが一つの方向性だと思いますが、やっぱり行政はそこにですね、大きな、その、なんていうんですか、応援をするってことは大事なんで、頑張っていきたいと思います。今まで本当民間で本当にビーガンの対応が必要であると訴えてきた方はとても多くいらっしゃったんですけれども、そこに松原議員のように本当に行政の方から後押しをしていただくという本当に大きな力になって今動いているわけで、とても嬉しい活動だと思います。そこに参加されている片山参事官、お話今のお話を聞きまして、すでに公式に過去2回各省庁をはじめ東京都やベジビーガンに関して取り組みされている国内の団体が集って意見交換をされているというふうにお伺いしたんですけれども、実際に議連取り組まれていかがですか。お願いいたします。観光庁の片山と申します。私のところはインバウンドのお客さんが来た時に例えば Wi-Fi、 あとはバリアフリーですね、あとは様式便所の意味合いだとか、あと多言語の表示とか、そういう、まあ、ストレスをなく旅をしていただくっていうところに、まあ、やってるところであります、まあ、そこで実は先生の方からこのベジビギレンっていうのをやるってことで、これは正直うちの受け入れ対策でなんか関係がどういうなんだろうとちょっと最初思ったところがあるんですけれども、いろいろお話をやっぱり聞く中で、やはりこちらにインバウンドの方が来られてビーガンの方も非常に多い、その中でのストレスって言うんですね、日本に来てやっぱりこういうものが欲しいよねっていうのがないっていうのが非常にストレスなんだなっていうのを改めて実感して、あ、これは重要な問題だと思った次第です。
おもてなしの心というそういう おもてなしの心で受け入れていこうという姿勢がある中で、松原議員や他の方々の思いを受け入れられて、それで参加されている形ですね。どうもありがとうございます。宮井さん、お話をお伺いしても大丈夫でしょうか。はい今記念に関連団体の代表の一人として、はい、参加されていらっしゃるとお伺いしておりますが、はい、記念では実際にどのように取り組まれているのか、はい、皆様に教えていただけますでしょうか。皆様も気になるところだと思うんですけれども、はい、じゃあスライドお願いします。そうですね、V 字議連ってどんな風に行われているのかなっていうので写真を持ってきたんですけども、はい、いろんな各関係団体の皆様と一緒に、議案を提案して、話し合いをしております。そういった中で私の方ではですね、スライドを送ってください、はい、今訪日の外国人の方々の中でも、台湾から日本にお越しくださっている方々というのは、中国、韓国に次いで3番目に実は台湾の方が多いという現状があります。そういった中で、ビーガン、ベジタリアンの、対応していくということもすごくもちろん急務なんですけれども、台湾の方々のベジタリアンの中で五君と呼ばれる、玉ねぎとかニラとかネギ、ニンニク、ラッキョウとかそういった五君を食べられないベジタリアンの方が非常に多いという現状がありまして、ここをちょっとね、日本ではなかなかまだビーガン、ベジタリアンの対応のお店も少ない中で、五君まで対応しているお店っていうのも、あるのはあるんですが少ないので、少ない中でもそういった方々に、台湾のオリエンタルベジタリアンって言うんですけれども、オリエンタルベジの方々にそういった情報を届けられることができたらいいなとすごく思っています。はい、はい、で送ってください。でそういった中で私たち各団体のができることを考えたときに、私の方で去年なんですけれども、日本ビーガン協会というものを設立したいなと思っていたので、ちょうどこのベジ議連が立ち上がったと同時に、NPO で日本ビーガン協会を申請いたしまして、ようやく設立が決まりました。この中でやはりいろんな各団体の方々と連携を取って同じ方向を目指してやっているので、皆さんと手を取り合って協力しながら日本のビーガンとかベジタリアンの環境を整えていくことに力を注ぎたいなと思っています。以前松原さんがおっしゃってくださっていたように、日本っていうのは精進料理の文化がありますので、ビーガン先進国だというふうに松原さんもおっしゃってくださったんですけども、本当にその通りだなと思っていまして、だからこそおもてなし日本の精神でですね、日本のビーガンってすごく美味しいよね、ジャパニーズビーガン素晴らしいよねっていうふうに思っていただけるような、日本の環境を作っていけたらいいなと、本当に思っています。でスライドを送っていただきたいんですけども、そこでですね、私は個人的に10年以上かけてビーガンとかベジタリアンのお店の新規開拓をしてきました。それが今2200件以上ぐらいになってきたんですけれども、コツコツと SNS で発信はしていたんですが、それがようやく今度、ビーガンアプリのような形でアプリケーションになりました。でこれ実は3月1日リリース予定になっているんですけども、この場をお借りして皆さんに一足先にご案内ができたらと思って、はい、持ってきましたが、ビーガンとベジタリアンに特化したアプリではあるんですが、サステナブルを、はい、サステナブルな食生活を、送っていくことができるコミュニティアプリとして開発しています。ですので次送っていただきますと、はい、カテゴリー別にビーガンとかベジタリアン、そして先ほど言ったオリエンタルベジですね、などなど、自分が知りたい項目をチェックマークをつけていただいてですね、知りたいお店の情報をピックアップしていくことができます。まずあと食べログさんのように、ご自身で行ったお店の投稿をしてそういう評価をするっていうこともできますし、インスタグラムと食べログさんの間のような感じのイメージで持っていただければいいかなと思っています。はい、こういったアプリをぜひ有効活用していただけたらいいなと思っています。
訪日の外国人の方々にも分かって、こちらが使っていただけるように英語と中国語の言語対応はしております。はい、そして次スライドを送ってください。で、今日本の現状の中でどこに行ったらビーガンのメニューがあるのとか、どの商品を買ったらビーガンの商品なんだろうということで、ビーガンマークをつけていくこととか、分かりやすく表示していくことっていうことが大事だと思うんですけれども、先ほどのベネというビーガンアプリと連携を取りまして、私どもの日本ビーガン協会ではビーガン認証をつけられる飲食店様に、V マークのステッカーなどを無料配布していこうと思っています。それで、先ほど のアプリを見ていただければ認証マークのあるお店だけをピックアップすることもできますので、より安心してお店に行っていただくこともできるのかなと思っています。はい、なんかいろんな発表にはなってしまったんですけれども、ベジグリーンの中で私たち団体ができることとして、すでに持っている知識とか情報を皆様に、よりお伝えしやすくなれるように、このような活動を、行っております。本当に室谷さんは本当10年以上前からですよね、はい、ビーガンの活動されていて、私も今ビーガンになって15年ぐらいになるんですけれども、本当にお店がなくて、あとお店の情報がない、そこを本当にいち早く皆さんに先駆けて、ここにこういうお店がある、こういうメニューがあるっていうのを紹介してくれていたのが室谷さんで、もう本当に私にとっては本当もうここに一緒のステージに立つのがちょっとあれたぐれも、憧れの存在、もうヴィーガンの方憧れの存在なんですけれども、今室谷さんが本当ご紹介していただいたような取り組みを、まあ、他の団体の関連団体の方もそれぞれ挙げられて、はい、それでそれぞれ皆さんどうやったらヴィーガンが認知されていくか、でどうやったら日本がおもてなしをちゃんとしていけるのかっていうところを皆さんで考えられてるんですね。今のお話聞いて松原議員いかがですか。村井さんのお話聞かれまして、大変重要な活動で、もう隣にいる官房長の方に、私はワンストップでですよ、インバウンドで海外から来た人が自分が好む食事、ストレスなく、そういった場所を選べるような検索機能というんで、あとでお話があるかもしれませんが、3月下旬前後ですか、見かけは。で持っておこうと言ってますが、同時にやっぱり東京都地方自治体の地方自治体でこういった運動をですねしていかなければいけないというふうに思っていまして、で同時に一番大事なことは、そのオリンピックで多くのインバウンドの方がいらっしゃる日本側がですね、まだ認識が低いんですよ。僕は今少しお願いしようとしているのは、大手の店にもそれはいるし、まあ、個別一枚の政教にもですね、ビーガンに関しての部署を作りなさいと。それからこの間もテレビ局ですが、ジューンチャンネルの専務さんとなって、こういうのなんとか、そのお昼のクッキングの時間ってあるじゃないですか、はい、ありますね、ああいう時にビーガン料理のクッキングみたいなものをねできないのかと、もう各メディアにもね、お願いしてるんですよ、読売新聞にも。すごい。で、それを実際だからやるときに、彼らも言われて初めて気が付く人が多い、はっきり言って。で、そこをですね、やっぱり発信力あんなマスコミであり、そしてまあそういった大手のですね、まあ、もちろん小さなところも頑張らなきゃいけないけど、大手のところがグッと動くと全然これは違ってくると。で私はそのことをですね、どのように短時間で仕掛けられるか、これ議連ということで多くの仲間とも相談しますが、まあ、必死にそれをやるかどうかっていうのはやっぱりそれぞれの人柄ですから、私はそこをですね全力でやっていきたいということで、観光庁さんにもお願いをしているところですね、はい。もうすごいお願いをされている片山参事官でございますが片山参事官の方ではですね、今観光庁として多様な食文化、食習慣を有する外国人への対応マニュアルなどを以前から作成されていらっしゃるんですけれども、今後でインバウンドの受け入れですとか施策の展望についてお伺いできたらと思うんですけれども、スライドの方をちいちゃんと用意しています。2つやっぱり大きな我々問題意識持っています。今まさに室谷さんの方で作っていただいているサイトもあります。で他の方々も実は結構いろいろあります。例えば海外の有名なサイトもあります。
でそれをやっぱり日本に来たインバウンドのお客さんがじゃあどういう風なものが森谷さんのサイトもあるところとかいろいろなサイトがあるところとかいっぺんに知れる実はこう何ですか今流行りでいうとプラットフォームみたいなものが実はないんじゃないかっていうのがあります、まあ、それを先ほどあの松原先生の方からもあのちょっと言っていただいたあのそういう一覧で見れるものを作っていく、そしてその一覧に出るものを例えば森谷さんのサイトはこういう特徴があるよねこういう方向けだよねとかこうあのじゃあもう少し違う方はこういう特徴あるよねみたいな特徴を示しながら、まあ、皆さん選びやすくする、まあ、検索しやすくするそういうことを、まあ、やっていくっていうのが一つ大きなあのことと思ってこれは今進めています。でもう一つはやはり飲食店の方ものやっぱり裾野がですねやっぱどうしても絶対数が少ないといくら検索ができてもなかなかあの尋ねることができないことになりますのでとにかくあの東京さんとかはむしろ進んでると思いますけどやはり地方も含めてそういう対応できるお店がどんどん増えていくってことが大切で特に飲食店の方はいやベジタリアンビーガンって興味あるんだけれどもなかなかどうやっていいか分かんないねいやすぐできることあるのかないやもっと時間かかるからちょっとお金かかるななんて思ってる方も結構いらっしゃると思うので例えばそういうところのハードル低くするような、まあ、こうすればすぐできるよねとかですね逆に言うとこういう取り組みをすると実は結構お客さんも入ってお店も繁盛するよねとかですね、まあ、そういうこういい先輩方の事例みたいなものも集めてそれも一緒に見れるようにしていく、まあ、そういった2つの活動が大切なんだろうなと思ってこちらも今あの今回の議連ができた時をきっかけにあの研究というか調査を始めていてですねあのいろいろな方々にお話をいろいろ聞いているところでございます。あの今のお話にありましたプラットフォームでのことですとかあとは飲食店の対応ですとかすごいあのこれから楽しみになることが、ね、いっぱいあるんですけれどもやっぱり飲食店の方とお話をしていてもあの知識がないから怖くてできないっていうことを聞かれたりとか間違っちゃったら怖いとかそういう声もありますし逆に取り組まれたところはあのものすごいビーガンの人が増えたっていうわけではないんだけれども確実に底上げはしていますとあの全世界から来てくれるようなお店になりましたという逆にあのそういうお声もあったりして本当にあのやればあの本当にあの皆さんにとってもプラスになるようなあの市場ではないかなというふうに思うんですけれども村井さん今お話聞かれましてその観光庁の取り組みいかがですかお話聞かれましていやもう本当に待ってましたと待ってましたですね感じで私も10年以上前にビーガンになった時にどこを探していいのか分からず自分でこう検索のキーワードを入れるわけです渋谷ビーガンとかでもなんかこうちゃんと本当に正しい情報みたいなものがヒットせずに困っていたっていうのが自分の体験としてありますので、まさに本日の外国人の方々と同じような方が多いと思いますのでそこを分かりやすくさせていただけるのは非常にありがたいなと思います。本当にあの期待して期待しております、ねはい、片山さんしかよろしくお願いします、ね、あのではあの今日お伺いしましたあの議連 の, あの中心としたあの新しい取り組みの発信を受けてあの民間企業も私たちもあの職人さん視点も改めて意識が変わるきっかけとなったと思うんですけれどもあの今いらっしゃっていらっしゃいますこの皆様からですね今後 の, あのビジ議連の取り組みですとかあのご自身の活動 の, あの取り組みについて一言ずつお伺いしたいと思っております。から松原議員よろしいでしょうか。ありがとうございます。今あの片山さんからお話があったようにワンストップのプラットフォームが作られると、まあ、議連としてはあの2つの3つぐらいですかね、まあ、大きく2つ、1つはあの日本のですねジャパンプレミアムということで本来であれば農林水産省の所管になるんですがその日本側のビーガンベジタリアンの食材を海外に出せないかっていうのがこれ大きな夢としてありました。でそれが1つ目、2つ目が今お話があったように海外から日本に来られた方また日本国内の方もそうですがそういった方々がその自分たちが食べたいものが食べれる場所で食べることができるこれ極めて大きな人間の尊重だろうと私は思っておりましてこの2つをですね、まあ、のっぱらこの議連として私は方向性を示しました。で講談は何といってもですね観光庁もすごいんですよ。もう非常にあの速やかな行動
本当にそれは3時間のお力があったんだと思いますが、お会いをしていて素晴らしいなと思ってます。あとはまあ今この間もねちょっと問題意識共有したんですが、ここにいてどういうものがあるのかっていうのはそれぞれのその分野ごとにですね出るところまでどう持っていけるか、まあ、東京都とも話をしてこれは進めていきたいと思っております。で前段の方が、まあ、ちょっとなかなかですね進んでいないわけでありますが、この部分に関してはまあ室屋さんもこういうふうになんかマップを作ってやっていらっしゃる、さまざまなそういうものを作りながら、まあ、海外に対して権威を持って出すということが可能なのか不可能なのか、この辺はですね日本の一つの国としての戦略としてやっていくべきだろうと思っています。でさっき言ったようにそこに私は今議連の事務局長として3つ目の問題意識はやっぱりさっき言った通り国内の一般の家庭においても一般のレストランにおいてもこのことの認識が今急速に高まってきておりますが、この状況でいいのか、もっとここにですねさらなるそのアクセルを踏んでこの意識を変えていかなければいけない、これが3点目の問題で、さっき言った通りマスコミの人たちとの懇談会や場合によったら雑誌社のマスコミの人たちとも懇談会する、でそういった機会を作りながら場合によったら室屋さんに来てもらうとか、ずっとですねビーガンの方でやってる方に来てもらって、それを一般紙、まあ、例えば雑誌ですね、さまざまなそういったところでも扱ってもらうとか、こうもちろん一番いいのはさっき言った通りそのテレビで扱ってもらうということでありますが、あらゆることで啓蒙を行う、啓蒙し、そして来た方にストレスを与えなくし、そして日本の一つの強さにしていく精進料理の敵ですから、この3方向の戦略をですね議連の中で練ってできるだけ実行していきたいとこう思っています。これが決意です。もう素晴らしい決意をお伺いしてどうもありがとうございます。もう本当にもうこれからがもう楽しみで、では片言お願いいたします。まあ、本当にベジタリアンビーガン、今年がまさにあのインバウンドの世界では、まあ、言ってみればベジとビーガンの元年のような本当に議連が発足して思っています。我々も個々には受け入れ対策ということでいろいろ食のバリアフリーだとかですねいろいろご託は述べていたわけですけども、やはり松原先生はじめですね、この松原先生の熱意で切り替えていかれる、やっぱそういうあのムーブメントっていうのを乗っていかないと、やっぱ我々も観光庁の中でもですねいろんな仕事があります。その中でベジタリアン、ヴィーガンの対応は大事なんだってことも、我々もその観光庁の中でも訴えていかなきゃいけない、政府の中でも訴えていけないっていう中で、やっぱり非常に追い風になるわけでありますし、かつまたメディアさんとかに取り上げられていく、今回のベジ議連でも新聞とか雑誌ものすごく取り上げていただいたわけですけど、そういうのがあると我々も、まあ、観光庁の中でですね観光の日本のインバウンドっていうのはこの非常に重要な問題なんだっていうのを非常にステータスを高める、そうすることによって我々もなんか予算とかもですねそっちに振りまけていかれるっていう、そういう流れがあるわけなもんですから、これ観光庁がだけでできる話は全くありませんので、もうあらゆる方々のご支援ご指導はあってですね進めていくものだと思っています。でさらに我々の中でですねやっぱり日本の観光っていうのは実は食が大変重要なんじゃないかって一応言ってるわけですけど、もしかしたらですねベジタリアンビーガンで我々のこちら受け入れ担当ってことでなんか受けるってことなのでストレスなく過ごしていただきたいっていうところになりがちなんですけど、実はもしかしたらベジタリアンビーガンの料理の中でも実は日本で食べるのが実は一番美味しいんじゃないかみたいな価値がですねできてくれば、実は日本にわざわざベジタリアンビーガンの料理を食べに来るみたいな需要も出てくるなんてこともですね将来あってほしい、日本食だけじゃなくてそういう食もあるんだっていうこともですね我々攻めのところではぜひやっていきたいなと思っておりますので、また引き続き期待を込めて取り組んでいきたいと思っております。もう素晴らしいですね、どうもありがとうございます。もう日本にビーガンを食べに行こうっていうそういう未来がもう見えてくるんじゃないかなっていう、そういう、ね、素晴らしいなんかお話を聞きました。本当にこれからの行政でしかできないこととかもあると思いますので、とても期待しております。ありがとうございます。では森谷代表お願いいたします。はい、そうですね、インバウンド対応というのは本当に急いでやっていかなきゃいけないことでもあると思うんですけれども、教育の中でも、できれば学校給食なんかにも、ベジタリアンとかビーガンが選べるそんな、ね、環境が作っていけたらすごくいいんじゃないかなと思いますし、もちろん、企業の社員食堂にも、ミートフリーマンデーが取り入れられるようにどんどん
働きかけていきたいなと思いますし、あとはそうですね、食の多様性の分野においても日本はとても思いやりがあって、素晴らしい国であるというふうに言っていただけるように、議連の皆様と一緒に、頑張っていけたらいいなと思っています。はい、どうもありがとうございます。今給食というお話もありましたけれども、ビーガンという食事はですね、今テーマとしてはインバウンドということでお話をそれをメインにしていますが、決して外国人のためだけの食事というわけではないんですね。本当に冒頭でもご紹介いたしました環境の面もございますし、あとはやはり一番日本で今盛り上がっているのは健康ですね。食べて体がね快適になったり、今日は胃もたれしてないなっていう、そういう日を週1回でも作れるような、そういう環境づくりとかもこれから必要になってくると思います。で、そういうことでビーガンの食事を食べてなんかまた続けてみたいなって思う、そういう日本の方もこれからますます増えてくると思いますので、本当あらゆる方面から注目を受けている食事がビーガンのメニューだと思います。でもこのお忙しい中、今日は皆さんどうもお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。スピーカーの方々に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあこれをお持ち